どうもこんにちは。97日目のドラム練習です。今日で4ヶ月目の5日目なんですけど、今日やっと3ヶ月目の動画編集にがっつり手をつけることができて、今日までサブチャンネルに動画をアップするのに必死だったんですよね。95本ぐらいアップしたのか。で、今日3ヶ月目の動画編集ガーってやって、さっき最後の挨拶撮って、それも編集して、で、今夕方6時ぐらいになって、今からドラム練習って感じです。というわけでやっていくんですけども、昨日92ページまでやりまして、今日は93ページ目、レゲエビートってとこからやっていきます。目標テンポ120。ちょっとぎこちないんで、これ練習しようと思います。10分か15分ぐらいかな。10分間練習しましたので、撮っていきます。もっと綺麗にやりたい気持ちはあるんですけど、今はこれで OK。じゃあ次、94ページ、ジャズ4ビートってやつをやっていきます。目標テンポ130。うん、これもぎこちないんで、また練習していきます。さっきよりちょっと時間かかりそうな気がしますね。レガートってやつを身につけなきゃいけないのか。また10分後。目標テンポ130でできるようになってきたので、撮ります。こんなもんで良いでしょう。じゃあ次は95ページ目、ジャングルビートっていうページをやっていきます。目標テンポは100。ちょっと感覚を忘れてしまってますね。ちょっとこれもしばらく練習しようと思います。30分間練習しました。で、二つのパターンがありまして、片方はシンプルなんですけど、もう片方は3連を間に入れなきゃいけなくて、それに苦労しました。とりあえずやってみます。で、こっちはいいんですけど、もう片方が難かったです。この間のトゥトゥトゥっていうのが結構こうもたもたっとしてしまって難しかったですね。よし、95ページ目も OK。 じゃあ残り11分しかない状態なんですけども、次ソンゴのパターンっていうやつをやっていきます。で、これ難易度5で1周目も確か全然ダメだったんですよね。で、テンポ220なんですよ。めちゃくちゃ速くて、森谷先生の演奏動画を聞きます。とりあえず目標テンポで一回やってみます。うん、左手のアップダウンが追いつかないですね。というわけでこれ、残り時間練習していきます。多分クリアできないな。今10分後なんですけど、目標テンポ220で、今190で練習して、それでもなんか納得いかないなーっていう出来具合です。やってみます。うん。左手のアップダウンが本当に難しい。テンポ190までですね。
220まで上げれるかな。終わりが本当に近くなってきた。そろそろ全体の練習のためのパッドを買わなきゃいけないですね。じゃあ今日はそんなとこです。お疲れ様でした。いや、孫悟難しいな。